はい、ということでこちら8階のエレベーターホールです。渋谷のマップがモチーフとなった装飾がされております。はい、なんかね、こういうね、グリーンの壁に奥の扉という感じ、いい感じでございますが、こんな回廊型というか、H型というかの感じの配置になっております。今回泊まっていただくお部屋88なんで、どっちから行っても良さそうですが、とりあえずこっちから行こうかな。はい、これウォーターサーバーですね。これいいですね。常温水と冷水が、入るようになってます。はい、では行ってみたいと思います。はい。おー、なんか暗い感じですね。なんだろうね、これはね。おー、ここもなんか暗い感じですね。ちなみに、部屋のルームキーは真っ赤でございます。はい。なんか、レイホテルのイメージとちょっと違うけどね。はい、ということで818こちらでございます。入ってみたいと思います。じゃーん。はい、ということで、お、入るともうすごい明るいお部屋になっていて、もうお部屋になってんで見ていただきましょう。こんな感じでーす。じゃーん。なんかマイルームって感じすごいシンプルで、しかも明るいからね、なんかホテルというより本当自分の家みたいな感じですね。今入ってきた玄関こんな感じで、はい、平面プランこんな感じになってます。はい、ちょっと紹介していきますね。入って右側にこういった金庫がいきなりあって、その下にですね、スリッパ、使い捨てのスリッパがあります。玄関にあってね、金庫持ってかれないのかな、大丈夫かな。はい、でここにですね、ハンガーが、木製のハンガー6つ、それからバッケージスタンドがあります。その先にですね、こういった形で姿見ありますね。でここに、靴べらと靴のブラシという感じになってます。その後ろにはですね、こういった携帯用の折りたたみ式のテーブル、こんなところに入ってますね。あとこれなんだろうね、これはあれか、折りたたみ式のこれまた、臨時の、照明が入ってますね。ライト、テーブルライト。そしてここに、こういった形のですね、スツールのような四角い、椅子があります。ね、ちょっとね、荒れちゃってるけど、汚れちゃってます。これが気になりますよね。はい。で、その先、こういった形でですね、ダイキンさんの空気清浄機があるという感じです。床はですね、なんかこう不思議な、2色のグレーとカーキ色っぽいのとツートンのカラーになっていて、模様もちょっと不思議ですね。そして、この右、左側、こんな感じでですね、ちょっと家具があるものの、なんかこう、奥行きがないから、なんか、何かに利用しようと思ってもちょっとやりにくいかなという感じあるかな。はい、ここに、美容ミラー、そして電話、それから、これはですね、ここですね。最大の特徴は、なんと、じゃじゃーん。上に、プロジェクターがありまして、こっからこちらの壁になんと、表示されてるんですね。ということで、それの多分操作リモコンでございますね。はい、そしてここにですね、ティッシュと、それから、象印の、電子ケトル。で、一番下に、これなんだ？え、ここにゴミ箱あるから、これなんだろう？あ、アイスペールか。アイスペールがあります。はい、という感じでございますね。で、右側が、こういった形で食器がありまして、コーヒーカップと、それからガラスのコップ、そしてお茶、それから、インスタントコーヒーがあります。で、その下にはですね、東芝のこういった形の、冷蔵庫がありますね。2015年製と書かれているワンダータイプがなっているという感じでございます。はい。そしてこのベッドの壁、これがね、かなりオリジナリティがある渋谷の街並みのスケッチになってますね。はい。で、ベッドがまた広い。これ160センチメートルある感じですね。クイーンサイズのベッドに、こういった形でですね、部屋着、1枚ものですね、2つあるという感じになってます。
確かにここで、ほら、テレビアプリを選択っていうことで、テレビとですね、Netflix、Hulu なんかが見れるようになっておりますね。あれは見れるのかな ?Unext もいけるのかな?はい、という感じになってまーす。そして、窓、ここにありますが、ちょっと開けてみたいと思います。渋谷なんでね、期待できないと思います。じゃーん!あれ、しかもこっちで開けるんじゃないのか。はい、お、なんと、これは渋谷の東口側のメインストリートがそのまま見える感じですね。なんか渋谷を見下ろす感じで、ちょっとユニークで面白いんじゃないでしょうか。はい、悪くないと思います。はい、で、こっちからですね、玄関の方見るとこんな感じになってまして、はい、ここにね、ちょっとね、曲がった感じでエアコンの操作パネルもあるという感じで、エアコンは昔のままって感じですかね。天井もこんな感じでですね、カーキ色になっていて、ちょっとそんなに高くないかな、どうだろう、240センチメートルあるかないかぐらいですかね。はい、いう感じになってます。以上です。はい、それではちょっと最後に水回り見てみたいと思います。ちょっとだけ段差ある感じですかね。じゃん。おお、いきなりタオルがありました。お、結構ね、分厚いちゃんとしたタオルですよ。はい。わあ、なんかすごい。でもまあ広くはない。けど、なんかバスタブがすごい形をしている。しかもトイレはこんな感じで狭いから斜めっている感じですね。ちなみにですね、トイレはリクシルイナックスのトイレ、シャワートイレですね。で、アメニティなんですけど、部屋にはですね、実は歯ブラシが置いてなくて、あと下から持ってくる感じですが、そんなになんか多くはなかったですね。まあ、ヒゲ剃りと、まあ、ヘアブラシとシャワーキャップ、コットンセット、あと女性にはこういったですね、いわゆる化粧パウチみたいなのが配られます。はい、ハンドソープが、こちらにあるようにですね、花王さんのハンドソープで、トイレタリーは高性能トイレタリーになっているという感じですね。洗面台もちっちゃめです。で、このバスタブ見てください。なんか先っちょすごい細くて、だんだんすごい太くな、台形みたいになってくるんですけど、このね、形がこう盛り上がってるんですよ。ここにニューオンって。しかも、こんな狭いのにちゃんと手すりがついてるという、なかなか不思議な、イナックスの、シャワーがついております。こんな感じですね。はい、以上です。今回泊まらせていただいたお部屋はですね、スーペリアダブルルームというお部屋でございました。ベッドタイプは160センチメートル幅のクイーンサイズ。マットレスはフランスベッド社製でございます。食事なし素泊まりで広さが 13.5 平方メートル。料金がですね、税込み2名で1万153円でございました。選んだポイントはですね、東急レイホテルというところと、まあ、それから、プロジェクター付きだというところで、今回予約の方はですね、アブダ経由で予約をさせていただいております。はい。ということで、ちょっとネタバレ入っちゃってるんですけど、後半に入れるよりここに入れちゃおうと思ってですね、これまで博レポで泊まったホテルで、プロジェクターがあってですね、まあ、シアタールームというのを売りにしている、ホテル5つ、ここにですね、比較表を作らせていただきました。以前3つの時にね、一度ご紹介したことあるんですけども、EJ アニメホテルがそれに抜けてたのと、まあ、今回宿泊した東急レイホテル追加させていただきました。まあ、ということでね、それぞれ、なんていうかな、良さというか特徴あるんですけれども、まあ、トータル的に考えた時には、EJ アニメホテルがですね、ダントツで良かったかなと。で、次は、非常にユニークで良かったのがスラッシュ川崎。で、まあ、次は、まあ、やっぱりちょっとね、スクリーンがやっぱり大きめというところで羽田。で、それで、まあ、今回の東急レイホテルっていう感じですかね。まあ、J ホテル、東京ジオは、決して悪くはないんですけども、なんかちょっと中途半端な感じで、まあ、ホテル自体のね、印象もあんまり良くなかったというところもあってですね、5番とさせていただいております。はい。まあ、料金もありますよね。J ホテルはね、そういう意味で高いっていうところもあったりするので。というところになっているので、まあ、もし選ばれる際のですね、参考にしていただければというふうに思っております。今回の部屋の平面図、こんな感じでございます。ホームページに、プランがございました。非常にね、正方形に近い長方形になってますが、玄関入ってですね、奥の方に、廊下広めなんですけども、ベッドが置かれていて、その周りに、こちょこちょっと、ちょこちょこか、家具は置かれてますが、まあ、どれもちょっと何かに使うには厳しい感じで、テーブルは折りたたみ式でございました。水回りもですね、ちょっと小さめのユニットバスで、その割、まあ若干工夫はされてるという感じではございました。
面積 13.5 平方メートル、東向きの部屋で、天井高もですね、古いビルなんで239センチメートルと低めでございました。ということで、数字で見るお部屋データ、まあ地下、ここめっちゃ高いですよね。本当に渋谷のもう駅すぐ地なんで、なんと、路線価ベースで1000万超えてました。はい。実勢で言ったら相当高いと思いますね。で今回の宿泊料金も、素泊まりにしてはやっぱ高めですね。で広さがその代わり、かなり小さめ 13.5 平方メートルということで単価も高めになっております。天井高低め、ベッド幅広め、水回りはやや低めということで、Wi-Fi スピードはですね、まあリフォームした割には、ここは改善されなかったのかやや遅めでございました。築年数43年開業してからということでかなりの老舗になっています。こちらのホテルはこんな人向け、まあ駅地下なんでですね、ビジネスでもプライベートでも双方利用できます。あとはね、レディースルームというのをリフォームの時に2019年に設けているので、女性の一人旅にも向いてるかもしれません。あとはまあおこもりでね、プロジェクターで英語鑑賞するとかっていう意味で言うと、まあカップルとか友達同士もあると思うし、あとは喫煙ルームがあるんで、喫煙者にも向いてるかなというふうには思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。ハックレポではね、つい先日横浜東急レイホテルに宿泊したばっかりだったんですけども、渋谷でですね、またもや東急レイホテル、宿泊してまいりました。横浜の方はですね、まあ、築浅の新しい高齢ホテルということだったんですが、渋谷の方はですね、もともと渋谷東急インとして、1979年、遥か昔にですね、開業してかなり老舗のホテルなんで、まあ、どんなホテルなのかなという、意味でもですね、泊まってみたかったというところで、期待半分、不安半分での訪問となりました。東急グループのですね、ホテル事業については、先日の横浜の際にもご説明したので、まあ、ここでは簡単にしますとですね、東急電鉄直轄の東急ホテルズというところがですね、東急ホテルだったり、エクセルホテル東急だったり、東急レイホテルなんかを運営してまして、それとは別に、東急不動産の子会社で、東急リゾート&ステイという会社がですね、主に東急ステイ、ですね、ビジネスホテルで、展開しているということでは、東急レイホテルと東急ステイはある意味ビジネスホテルという領域では競合している感じになっています。こちらのですね、渋谷東急レイホテルは最寄り駅が渋谷駅になっていまして、地下鉄の出口からですとですね、もうほんと徒歩1分なんですけども、まあ、JR から歩いても2分ぐらいですかね。まあこのあたり東京商業ビルが立ち並んでてですね、看板もたくさん出てるために、下から歩いていくとですね、前景が見えない形で入り口になっちゃうので見逃さないよう注意が必要です。ビッグカメラの横にですね、さりげなくホテルへのエントランスがあって、そこから地下に降りるエスカレーターがあるっていう感じになってます。そこのエスカレーター降りると左側にレストランで、右側がフロントというふうな構成になっています。まあね、このエスカレーターとかフロント周りは2019年のリニューアル時にですね、新しくなったということで、まあ綺麗めでございました。はい、それではですね、渋谷東急レイホテルのベッドチェックです。こちらのベッド、幅が160センチありました。クイーンサイズですね、長さが195、高さがですね、48センチメートルぐらいと膝下ぐらいになって、だいぶ低い感じです。そして今日の部屋着、こんな感じでですね、結構余裕というかゆとりがあるような感じで大きめの部屋着になっております。はい、では倒れ込んでみたいと思います。せーの、あー、なんていうか、いわゆるソファーとかにね、こういった感じの反応で、ちょっと反動ありますね。もう一回いきます。せーの、おー、お部屋の方はですね、壁に渋谷の街のスケッチがあったり、家具はカジュアルな雰囲気で、なんか若々しいイメージにしようとしてるっていうのがね、感じられる部屋でございましたね。高さの低いですね、クイーンサイズベッドが目立つ他は、ただ、家具とかは最小限になってましたし、椅子も背もたれのない、タイプでございましたし、ちょっとね、机盛りたたみ式っていう感じで、なんていうかな、ここでなんか作業したり、まあ、仕事したりとか、あとはね、こう朝、女の子がこうメイクとかしたりするには、なんかそういうスペースがないなっていう感じがちょっと思いましたね。コンセプト的にはもしかしたらベッドの上で過ごすことを前提としてるのかもしれないです。今回ですね、予約したスーペリアダブルルームにはですね、照明と兼用したプロジェクターがついてるんですけども、この映写が、特にスクリーンをベッドで設けてるわけじゃなくて、白い壁に、投影されます。なんで、まあ大きさもですね、そこまで大きくなかったですね。まあ部屋にもよるのかもしれないんですけども、まあ距離ね、壁との距離。まあざっと、こちらの部屋では実測すると63インチぐらいかなという感じでしたね。まあ水回りもですね、ちょっとまあ狭めではありました。まあただその分トイレの角度変えたりですね、バスタブを変形したものにするとかして工夫はしてるなというのは感じましたかね。
まあ、ただ、眺望は期待してなかったんですけども、渋谷駅の宮益坂のですね、交差点とか、明治通りが見下ろせる感じの眺望になってまして、まあ、こちらはね、向かいのビルの中にも中も見えてしまうような感じで、なんか面白いというかね、とても不思議な感覚でございました。ちなみにですね、こちらのホテルの朝食は、地下のレストランで1980円でですね、食べれるみたいでございます。ユッキー材でございます。こちらのホテルはですね、ダブルルームっていうのが2つあるんですけども、スタンダードダブルとスーペリアダブルがあるんですね。で、まぁ、今回ユッキーはやっぱりプロジェクター見たかったんで、スーペリアダブルっていう方にしたんですけども、よくよく見てみるとですね、なんと大きさ、広さはスタンダードダブルの方が広いんですよ。まぁ、微妙にね。なんで、なんかね、スーペリアの方にプロジェクターがあるからスーペリアって言ってるのかもしれないけど、なんかこの部屋の言い方がね、ちょっとどうなのかなというふうに思いましたよね。はい、ユッキーのレビューです。今回お部屋、は3とさせていただきました。雰囲気とかベッド自体は悪くなかったんですけども、やっぱりね、家具とかがなかったっていうのと、あと椅子とかもね、ちょっとシミがついちゃってたりして、ちょっとその辺がね、残念だったかなという感じですかね。はい、設備品はその代わり4で、水回りはちょっと狭めだったので2、サービスは特に無料サービスがないんで2とさせていただいています。環境眺望は眺望も良くて駅から近かったんで4とさせていただきました。良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいております。はい、ということで、今まで触れた以外で言いますとですね、遮音性が低いというか、隣とか上とか、音が結構響いてましたね。はい、やっぱり古い建物だからでしょうね。あともう一つはですね、週末料金が結構高いんですよ。ユッキー週末価格がね、どれぐらい変動あるかって毎回書いてたりするんですけども、1.5 倍以上になると結構高いってなると思うんですが、ここは 1.6 倍ぐらいでございます。はい、なんで泊まるんだったら平日がおすすめでございます。ということで、総合満足度今回は B とさせていただきました。まあね、リフォームされているためそこまで古さは感じなかったんですけども、さっき申し上げたようにですね、椅子にシミがあったり、家具が中途半端で使い勝手が良くなかったりしたのがちょっとホテルとしては残念かなと思いました。お得度でございます。割高をさせていただきました。まあ、渋谷駅近くといえどですね、やっぱりね、特に無料サービスが何もなくて部屋の面積小さいこと考えると、割高感は、どうしても残ってしまうと思いますね。ということで、気に入ホテルの状況。まあ、ここに書かせていただいている通り、結構ね、高めでございます。やっぱりね、これだったらシークエンス宮下パークの方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。全然。はい。という形で、値段だけ見るとね、ちょっとそんな感じはあるんですけども、まあ、利用の仕方かな。プロジェクターでずっと映画見続けるんだったら、そこまで広さもいらないだろうし、家具も必要ないかもしれないしね。各、ホテルへのリンクはですね、動画の説明欄に記載しているので、参考にしてみていただけたらと思います。最後にランチを食べたところ、まあ、今回ね、そもそもなんで渋谷かというとですね、一つは、クイーンの、展示会、50周年かな?なんかの、それを見たかったっていうのと、それからランチでですね、こういった新しくできた、和牛の食べ放題のお店に行ってみたいというところで行ってまいりました。はい。結構ね、クイーンのやつは今回、まあ、紹介はしてないけど、結構映像は良かったですね。で、ランチは、元々、上のコース、この和牛まみれコースを頼もうと思って行ったんですけども、それがね、6980円かな、一人だったのが、なんかね、2000円安くなってたんですよね。たまたま期間限定なのか知んないですけど、超ラッキーで。で、食べさせていただいたんですけども、こういった形でですね、肉屋さんのショーケースみたいに入ってて肉が、それを実際に選んでですね、その場で、カットしてくれるものもあったりしてですね、なんかね、この辺のなんていうかね、演出が面白いなと思ったのに加えて、僕、実はユキ、霜降り実はあんま得意じゃなくて赤身派なんだけど、霜降り肉はですね、常にはとても美味しく食べていたので、特になんだ、ミスジとか美味しかったみたいなんで、それがね、食べ放題でできるっていうのは、この料金ではいいと思いますね。ちなみにドリンク、ソフトドリンクの飲み放題はついてますし、あと、なんだ、ソフトクリームも食べれます。ちょっとね、お酒の飲み放題は別にプラスになるっていう感じでございました。なんかね、食べログ評価 3.06 というのが不思議だなと思いましたね。まだね、ちょっと投稿数が10件いってないぐらいだからかなという感じですかね。はい、ということで、渋谷東急レイホテル、まあ悪くはないんですけども、まあ駅近でね、利便性はあるので、何かの機会に泊まってみるのはありかなと思います。それではまた。